ここね、いつかの煙幕です。ここをね、ちょっと今スプリングハローでは無理だと思うんで、パワーハローかけようと思うんですけど、どんな感じになるのか伝えたいと思います。ちゃんとディスクで処理してるところはこういう風にあんまり草は目立ちません。ディスクでハッタをしてサブソイラーかけたまんまです。ちょっとね、やっぱり藁目立ちますね。パワーハローかけてみます。さて、かけ始めました。これね、どうなるかちょっと後ろ見ていこうと思います。めっちゃ普通です。もうね、全然わかりません。全然問題ないんじゃないかなと思います。こっちはチョッパーかけてない方です。帰りにやってます。少しね、少しやっぱり藁が目立ちますね。でも、まあ、こんなもんかなって感じですね。これでもう一回他スプリングハローかけるとき、もう一度かけるんで、まあ、問題ないレベルになるんじゃないかなと思います。はい、これね、全部で4本かけました。2往復ですね。ちょっと面白い結果になったんで取っていきたいと思います。ここはね、チョッパーとディスクですね。で、パワーハローかけてないのやつね。で、これがパワーハローかけたところです。チョッパーとディスクで煙幕を処理して、今ね、パワーハローかけました。で、隣に行くとここね、これは去年の秋、煙幕をチョッパーだけで処理したものです。こんな感じ。これがチョッパーディスク、これチョッパーで、隣、これ何もしてないやつです。何もしてないのはちょっと手ごわい。干し草が表面にいっぱいあります。まあ、このくらいならダメかな。ちょっと直販ビートには厳しいかな。もうちょっと混ぜないとね。これは何もしてないところね。で、こっちはチョッパーなしでディスクで秋処理したものです。全然これ問題ない、僕の中では問題ないです。で、処理する前、パワーハローかける前がこんな感じです。これ秋にディスク1回2回かで、サブソイラーかけたものです。こんなにも違うんだなっていう正直な感想なんですけど、ちょっと多分この何もしてないっていうのはありえないかなって感じですね。パワーハローいいですよ。やっぱりこれデコボコなのに、このままかけてもうね、種まけるぐらいちゃんと整地できてるんで、結構パワーハローおすすめだと思います。